結構出てるみたいなんでね。ご苦労様です。帰りました。今日も私昼間パトカー3台見ました。そして白バイを1台見ましたよ、ね、安全習慣はあってもなんかやってるんでしょうね。夜もなんかうろ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 ね、パトカー多いような話聞きますよ。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、夜遅くまで仕事お疲れ様です。明日はラムー行くんですか？そうですね、明日昼また松永の方へ。こんばんは。こんばんは。ここもパトカーいないんで。広島県の湯崎知事は宿泊小遣いが食料品で圧迫されてます。もう絶対この時間に軽トラでこの道帰ってたら飲酒と間違えられるんですから、ね、多分止められる。悪いことしてなくてもパトカー見ると逃げたくなりますよね。年齢別に変えないと。大体表のね、さっき右側の通りは広いんで、あっち通るだろうと思ってるんですけど。もうずっとやっぱりついてきてるんで、向こうに東小の辺から、まあ飲み屋の前通ってね、ずっと帰るかな。ちょっとぐるっと回って帰る。怖いです。美味しい動画になります。いやいや、ああ、やっぱり席食堂があった。止められたら。ちょっとローソンまで行って。パトランプが。こんばんは。平たいのと言います。飲酒じゃないです。あーですか。YouTube 配信してるのといいっす。あーまあまあ。いいっすよ。はい。よろしいですか。誰です。あ、私、お名前。います。さんだそうです。それライブですか。あ、ライブです。合わせて免許証も確認させてもらっていいですか。はい。ここ止めてていいんですか。まあ、ちょっと邪魔になるんですよ、ここ。じゃあ、どっち方向に行ってですか。いや、ひっかいなんで。ごまなりしないやな。もう、なんか言われてます。あ、さんですか、ね。うん。じゃあ、マスターで行ったところで、ヒラタイのさんだそうです。広いところで、さん、これさんって言ったんですか。それ自動音声なんですよ。自動読みある。じゃあ、そうですね、マスターで行って、去年の10、ポリも暇人だ。ほん。だからもう、ま、マイクで、うん、毎日これ、通勤でここ使ってるんで、あ、そうなんですか。うん。で、配信の人も毎日聞いてるんで、そうなんですか。まあまあ、それは結構です。帰れ帰れ言われてます。やっぱりね、止められる。年に何回かね、やっぱり仕事で帰っててこれやられるの。もうどこへ、どこへ止めるの。ガチで声かけされました。あ、そうそう。税金泥棒。これは美味しい。
インカメンしましょう。あ、いいです。お仕事の帰りですか。ああ、毎日この時間大体帰ってるんで。あ、そうなんですか。ごめんなさい、免許証もよろしいですか。はい、別にやましいことは全然ない。こちらのプーで結構です。ありがとうございます。あ、さん何歳ですか。何歳です。何人見とってんですか、これ。うん、結構見とないです。まあ、気をつけて運転してください、ね。ああ、それは大丈夫です。画面見ながら運転したらこれまた危ないですし、ね。うん、それは見てないんで、もう全部音声を読み上げで、音声でやってるんで、はい、はい。まあ、気を取られて見ないです。それは大丈夫です。何歳ですか。はい。お気をつけて。はい、どうも。だそうです。